高瀬、こんばんは。はい、こんばんは、ちえちゃん。今日お越しいただいたゲストの方をご紹介します。バイオリニストの松本蘭さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、と言ってもね、蘭、はい、ちゃんとは僕お久しぶりで。そうですよね。そう、実はね、この本編では初めてなんですけど、うん、原さんのリラクゼーションノートの方でね、あの4月にゲストに出てもらって、はい、そうですね、もう素晴らしいバイオリンを生演奏で聴かせていただいて、ね、で今日も聞かせてもらおうかと思ってるんですけど、今日はね、あの倉庫に入ってる。そうなんです。楽器屋さんにちょっと預けてまして、失礼いたしました。修理中。そうなんです。メンテナンス中でした。ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもバイオリンってそのメンテナンス結構あるんですか？いや、結構頻繁にやらないとダメですね。右手に持ってる弓の毛はだいたい3週間ぐらいに1回変えたりしますし、やっぱ弦もやっぱり弾いてると、日本は湿気があったりするので、結構頻繁に変えたり、2週間とか3週間に1回ぐらい変えたりするので、結構メンテナンスしないとダメですね。やっぱ変えるのはやっぱプロの人に任せないと音が変わっちゃう。あの弦は自分で変えます。けど弓の毛はプロの方にやっていただくんですけど、そうなんですよ。結構高いんですよ。毛が1回すると1万円ぐらいするのと、弦も1本1万円ぐらいするので、それをこう3週間に1回とかやってると結構、結構大変ですね。かかっちゃうんですけどね、メンテナンス。そうか、そんなにメンテいるんだ。そうなんですよ。やっぱりあの今の時期だったらいいんですけど、今の時期というか、梅雨の時期はやっぱ大変ですね。やっぱり弦がビヨーンって伸びやすくなっちゃうので、逆に冬は乾燥しすぎちゃって、こう弦がすごいパンパンに張っちゃったりとかしますね。あのそれはやっぱ弾きながら調整してやるの？そうですね。なんか時々こう確かになんかいじってるよね、はい、あれってそういうことなの？そうですね。あの弓の毛は結構頻繁にこう緩めないと、あの乾燥してる時はもう平行になっちゃうんで、平行になっちゃうとちょっと張りすぎなんですね、弓の毛って。だからちょっとこうあの緩めて弾くようにしたりしますね。松本さんはあれでしたっけ、はい、ご両親も音楽関係で、はい、ではないんですよ。全然関係なし。全然関係なくて、あの家族誰も音楽やってないんですよ。へえ、それも珍しいね。そうですね。もう全然あの両親も音楽家ではないですし、兄が2人いるんですけど、うん、2人とも全く楽器はやってなかったので、突然変異で楽器始めまして。すごい。みんな割とこう絶対音感みたいなのをお持ちなの、それとも、はい、そこも突然変異なの？あの訓練するとやっぱりつくので、身につくので、子供の時にやると、あ、そうなんだ、はい、なので私はその、バイオリンを始めてから、もうすぐ割とすぐにバイオリン通になりたいと思ったので、あのそういうソルフェージュとか、音楽理論とかの勉強を行って、あの近所のピアノの先生のところに行って、でパッとピアノ、例えば、何個だろう、10本指があるんで、10個だったり5個だったり3つだったりの音をジャーンと弾いたのを、何の音何の音っていうのをすぐパッと言うっていう訓練を小さい頃から結構やったので、そうすると絶対音感つきますね。すごいね。ちなみにお兄さんとかしてないでしょ？はい。お兄さんはやっぱないの？それはないです、全然。ということはお兄さんがカラオケ歌ってると下手だなと思うわけ？まあ音痴な時はありますけど。なんか辛いな。そうまで絶対音感あると歌うまいんですか？そうはそうじゃない、やっぱこう自分がこれから歌おうと思ってる音が分かるので、あの音程が安定するんだと思うんですけど、絶対音感ない人だとこれから歌おうと思ってる音がどこの音なのかが分からないから、一回何かの音を聞いて、そこの上か下かとかで自分の中で考えて歌うとかになっちゃいますよね。シアちゃんもあんのかな、分かんないです、ね、カラオケどうですか？カラオケ上手いですよ。あ、じゃああるかもしれないですよ。基本上手い人やっぱあるの？と思いますけどね。今の歌なんてすごい難しいじゃない？そうですね。あのこの間私あのコンサートで華原朋美さんとご一緒したんですけど、すごいすごい、華原さんはあの事前に音をもらわなくてもすぐパッと歌えるんですよ。せーので歌えるってことは絶対音感がある。確かに、すごいなと思いました。松本さんも歌うまいんだ。
私歌わないです。ガラガラ声なんで。ねえ、そんなことなさそうだな。ひたすらバイオリンのみで。いや、ちょっと興味あるな。いやいや、むちゃぶりやめてください。そうね、むちゃぶりやめてください。すいません、この番組得意だから。今日もね、むちゃぶりしようかと思ったら、あのバイオリンが修理に出たんで。ね、バイオリンでも高そうだよね、うん、まあお金かかりますよね、やっぱこう歴史的なものだったりするので、うん、やっぱり一番高いものだとやっぱストラディバリウスが有名だと思いますけど、うん、やっぱり5億以上はするので、そんなにするんだ、はい、すごいな、大変ですね、うん、やっぱ違う、全然違いますね、音は。あのよくテレビでやってますよね、あの格付けで、ね、安い楽器と高い楽器と、楽と本物かといつも思いながら見てる音だろう。いやでもあの、まあ、確かにテレビを通してだと分かりにくい部分も多少あるんですけど、うん、やっぱりこうあの生で聞くと、うん、もう全然違うんですよね、うん、どう違うの、正直よく分かんないんだけど、あの安い楽器は割とこうそばなりって言って、そばですごい音が大きいんですよ、うん、ですごいいい楽器ストラディバリウスとかは、あのそばではあのそんなに爆音ではないんですけど、例えば2000人のホールとかで弾くとものすごいこう爆音で、もう客席の一番後ろの方の人まで音が届くっていうか、そのしかもその音がただの音じゃなくて、そのプレイヤーのこう込めた思いっていうのもちゃんと音に乗って届くのがやっぱいい楽器なんですね、うんうん、すごいな、うん、ちなみにあの松本さんのバイオリンはマンション1軒分ぐらい、はい、そうですね、すごいな、アストンマーチンぐらいか、アストンマーチンぐらいちょっと難しい例えまあでもマンションぐらいですかね、へえ、はい、すごいな、そうでもね、確かに音すごいですよ、もう申し訳ないぐらいね、うん、原さんと2人だけで聞かせてもらうという、ね、原さんはねクラシックらしいんだけどね、もうクラシック全然ダメだから、そうなんですか、うん、普段はいや好きなの、好きなんだけど、はい、分かんない、あ、うん、でも私やっぱすごく思うんですけど、音楽とか、まあ、芸術って、うん、こう知識でやっぱり聞いたりとか見たりするものじゃないから、うん、すごくこう 見た時とか聞いた時に、あ好きだなとか、うん、あこうだなと思って、なんかこう優しいなとか楽しいなとかって、うん、それがやっぱいいですよね、その、うん、芸術、そこまでは大丈夫なんだけどね、うん、あの感性があるから、いやいや、駒村さんが言ってるクラシックがね、大体7割ぐらいいつも分からずうなずいてるから、おもうね、神田の駒村社長は大好きだからね、うん、ね、そうですよね、うん、でこの番組は、ね、結構音楽関係の方も多いんでね、うん、うん、大概僕はその間ずっと無口な日が続いて、今日はね、あのちょっと美人すぎる方が来られてるんで頑張って喋ってますけど、いや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 、あ私もっと喋った方がいいですか、あぜひ、じゃあもうどんどん前に出てください、ああそうなんですね、どんどん後ろ行きますね、あそうなんですね、じゃ あ, あのぜひ CD が今度あのもう出てますんで、はい、ぜひ聴いていただいて、ね、もうなんか絶賛非常にこう好調と聞いてますけど、はい、そうなんです、ちょっとそれぜひご紹介を、え4月27日に発売されたばっかり、はい、そうです、ソロのアルバムとしては3枚目になるんですけれども、うんうん、ロマンスというタイトルで、うん、まあ、そのタイトル通りロマンティックな曲ばっかり入ってるんですけど、うん、私今までのアルバムは、うん、こうスタンダード曲ってあえてこう収録してなかったんですけど、うん、どちらかというとちょっとこうひとひねりあるような曲ばっかり収録してたんですけど、うん、今回はもう本当に王道の、曲を、うん、多く収録しました、まあ、愛の悲しみとか愛の挨拶とか、うん、あとタイスの瞑想曲、それから誰も寝てはならぬ、もういろいろ入ってますけれども、そうですね、バーンスタインのウエストサイドストーリーのチュナイトも入ってたりなんかして、うん、かなりバラエティに富んでるんじゃないかなと思います。これピアノと伴奏、まあ、バイオリンと伴奏のピアノで構成される、そうですね、バイオリンとピアノ の, デュオのもありますし、あとはもともとチャイコフスキーの、まあ、オーケストラの曲なんですけど、ロミオとジュレットなんかはピアノクインテットの編成に編曲をして、バイオリンが2人とビオラチェロでピアノの5人編成で演奏したり、あと一番最後に収録した曲なんですけど、うん、未来へという曲がありまして、うん、これは私が作曲した曲なんですけど、すごいね、これはバイオリンとピアノとあとクラリネットに入ってもらってまして、
でそのクラリネットがウィンフィル の首席クラリネット奏者のダニエル・オッテンザマーという、はいはいはい、まあ、古くからの友人なんですけれども、まあ、彼に入ってもらって収録したんですけど、この未来へっていう曲は私が作曲した曲の中でもかなりこう思い入れのある曲なので、うん、はい、今流れてるはずなんでぜひお聴きください、はい、気に入っていただけたら嬉しいなって思ってます、ね、今多分慌てて流す準備してるからもう流れるからどっちかだと思いますからぜひ、ね、番組ちょっと最後のところもね、はい、ちょっと一曲なんか聴いてもらおうと思うんですけど、うん、どれがいいですかね。そうですね、一番こう思い入れがある思い出がある、まあ「トゥナイト」が大好きですけど「うん、トゥナイト」ではなくて、なくてじゃではなくてどうしましょうね、誰も寝てはならぬがいいかなと思います。プッチーニのトゥーランドット、やっぱりこれはもう何度聴いても名曲だなと思いますね。一時期荒川静香さんを思い浮かべるっていう方がね、多いと思うんですけど、イナバウアそうですね。ね、うん、そうですね、はい。これは本当にいい名曲です。これはバイオリンとチェロとピアノのトリオ編成なんですけど、アレンジもかなり凝っているので、はい、ぜひ聴いていただきたいなと、ね。ラストでぜひ流させていただきたいと思いますので、はいね、慌てて今いろいろやってますから、作業中ですね。作業中です。だいたいこの番組ね、いい加減だから構成が、そうなんですか ね慌てることはよくあって、今からでも変えればまた変わりない。これ何年ぶりなんですか今回は。ソロのアルバムはそうですね、何年ぶりなんだろう、2011年に出して以来とか、ね、5年ぶりとかですか ね。ぜひちょっと皆さんね楽しんであげましょう、はい、その間に、まあ、ピアノトリオの別の CD を出したりとかはしてたんですけど、ね、ソロは久しぶりですね。そう、ラジオなんでね、あんまり言っても皆さん分かんないと思いますけど、ね、なんちゃんはミス日本、ミス着物ということでね、うん、はい、2009年ですけど、美しすぎるバイオリストなんで、いやね、ぜひYouTube も見てもらわないと何のこっちゃ分かんなくなっちゃうんで、ぜひ見てね、この番組唯一メリットはね、YouTube で確認ができるというところだけなんで ね見られるっていうのがですよね。たまにね、撮るの知らずに来て慌ててる方もいらっしゃるんですけどね。そうですね、いろいろちょっと直すところがそうそうそう、ね、終わってからあのカメラ何っていう方たまにいらっしゃるんでね。でもこうミス着物の本当バイオリスト珍しいですよね。そうですね、どうしてもこう食いついちゃうんだけど。なぜ出ようと思ったのかというのも含めてね、だってもうすでにその前に、はい、あれでしょ、高嶋ちさ子さんの12年のバイオリストメンバーとかで、はい、そうですね、初期メンバーでデビューされてね、はいはい、売れてる方なのにそこへ出ようというのはすごいなと思う。まあ、母が勝手に応募してしまったのがきっかけなんですけど。意外にシンプル。それで、まあ、私も、まあ、ちさ子さんのところで演奏してたので、何かちょっとしたネタになるんじゃないかなと思って、うん、面白い半分で受けたら、トン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 と最後まで残ってミス着物をいただいて、もう今私審査員ずっとやってるんですよ、結構長くさせていただいてて、でこの間もミス日本 の同窓会が1年に1回あるんですけど、はいはいはい、その歴代のミス日本がもう勢ぞろいする大和なでしこ会っていうのがあるんです。へ、すごいな、すごいでしょ、もうみんな綺麗な人。それ行ってみたい。全員元ミス日本ですもん、まあ、現役の子もいますけど、もう本当なんかもう目がつぶれそうでした、みんなあまりにも綺麗で。それちなみに一般人も入れない、ね、入れません。入れません、はい、残念な。遠くから見ることもできません。どっかのテレビ局で取材してくれるかな。直番かなんかでね。いやでもミス日本も音楽家は私だけですけど、ああそうなの、はい、いろんな分野の方が受賞されてるので、お医者さんだったり弁護士だったり、最近お医者さん結構ありますよね、多いですよね、はい、古くは西川先生だろうけど、そうです ね最近結構純とかにねよく入ってますよね。入ってますね。なのでこうそういう方々といろんなお話するのはかなり刺激的というか、はい、面白いですね。いや今年はこの CD 出して、あとはどんな活躍していくんですか。そうですね、今年はですね、新垣さんって分かりますか、佐村浩二さんの事件で、うん、出た新垣先生ですけど、新垣先生とのツアーが結構いろんなところでありまして、結構動揺それ。すごい、もともと新垣先生は私の母校の東邦学園大学の先生をなさっていて、まあ、直接習ったことはないんですけど、去年初めて
あの二垣先生とご一緒した時に、うん、あのすごく面白い、うんうん、また本当にあのままなんですけど、とても腰の低い方なんですけど、でもやっぱり作曲家として、そしてピアニストとしてはもう本当に非常に素晴らしい方で、でその二垣さんと一緒にツアーをいろいろ、はい、あの時の会見と直後に結構いろんなバラエティに出てるんで、もうイメージがよくわかる、はい、でも本当にすごい才能の方なんで、そうなの、はい、なのでとってもあの楽しいですよ。へ、いつ頃から予定なんですか。まさに今ぐらい、夏ぐらいから。じゃあ皆さん、はい、ぜひいろんなところに行きますので、これ松本蘭さんで、うん、あのネット検索が出ますかね、ぜひクロス二垣そうですね、あの二垣先生ちょっとこう声が割と小さいんで、その辺はかなりこう毒を私もこう出していろいろ話を聞いたりしてるので、へ、私は間違いなしだと思って、ぜひコンサート聞きに来ていただけたら、すごい楽しみだな、はい、じゃあ推しの松本蘭引きのぜひ皆さんじゃあお楽しみください、はい、ぜひ会場にいらっしゃっていただけたら、はい、あの CD の方もぜひロマンスですね、好評発売中ですね、お買いください。